回か呼吸が太ってね、いっぱいご飯ガリ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 食べてね、ベーナ衝突しちゃう、衝突しちゃう、バリが何人ないでしょこれな、これ職人の腕っちゅう、こんなもん作ってお医者さんとか工場作ってくれないから、2回も3回も強制的になってる。人間生きてる意味ってあんたは言ってみねえよ、何なんだよ。東京湾に流れ込む多摩川の河口で暮らす一人の男性と犬たちを見つめたドキュメンタリー映画ソレイユの子供たちが7月20日から公開されます。2011年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で話題を呼んだ作品です。今回は監督の奥谷陽一郎さんにお話を伺います。奥谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず私この作品を見て東京という都会の川辺で人が船に住んでるところで、すごいまずそこにびっくりしてしまったんですけれども、私が普段生活してて見たことがない風景だなっていうふうに感じるのと同時に、どこかちょっと懐かしいなっていう印象も受けて、で川辺のところからカメラを撮っていて、その上にそびえ立つっていうんですかね、そのビルを撮っている場面とかもあって、それがすごく無機質で冷たいなっていうふうに感じたんですけど、それが東京なのかなっていうふうにも思って、でも逆にその川辺で暮らしているおじさんのその生活もそこも東京であるっていう感じで、すごくコントラストを感じたんですけれども、そこに奥谷さんどうやって行き着いたんですか？どうしてその撮ろうと思ったきっかけっていうか。もともと東京をモチーフにしたドキュメンタリー映画を作るっていう一つの企画がありまして、で僕はそれをやってみようと思った時に野良犬を探したんです、っていうのはなかなかこう最近東京で野良犬を見かけないなっていう、僕はちっちゃい時には見かけたような記憶があるんですけど、たまたま新聞記事かなんかで羽田空港の滑走路に野良犬が迷い込んじゃったみたいなニュースを知りまして、数年前に起きた出来事だったみたいですけど、で羽田の方に行ったら周りの人が実はその犬の飼い主がいるよみたいに教えてくれて、でそれが船に住んでるおじさん でそれでその場所にたどり着いたっていうことですね、はい。野良犬を追いかけて行ったらおじさんがいたっていう感じ。そうですねおじさんが野良犬だったっていう、別に悪い意味じゃないですけど、はい。なんていうんですかね、ちょっとぶっきらぼうなところもありつつ、たまにお茶目ですごく魅力的なんですけど、とにかくよく喋るなっていう感じを受けて、どういうふうにその撮影対象者としてコミュニケーションを取っていったんですか？最初はその野良犬を探すっていう企画の時にはまだこう例えばカメラやってくれる人とか、こうなんかマイクやってくれる人とか、僕がこう話聞くとか、そういうチームクルーがいたんです、取材してみようっていう段階では。でそのちょっとは話題になったみたいだったんで、その野良犬たちもおじさんも場所のよくありますよね、なんかゴミ屋敷のとか都内の迷惑おじさんとかなんとかそういうことでなんか面白おかしく取り上げてられたことがあったらしいんです、それでそういう取材かなって思われたのかもしれません。なかなかこっちがどうしてここに住んでるんですかとか、最初皆さん興味ありますよね。僕もなんでここに住んでんだろうな、船住んでんだろうなとか、犬飼ってんだろうなとか、どうしてここにたどり着いたのかなとか、そういう質問をそういうテレビって言い方は語弊があるかもしれませんけど、取材をしてみたら何も答えてくれないと。なので行き詰まっちゃったんですね。そういうやり方しかその時は知らなかったので。でも一人でカメラ持ってその風景が気に入って、川べりというか一段低い場所というか、犬たちがいて船があっておじさんがいるっていう、結構映画っぽいなって思った時に、そのじゃあどういうふうに撮ろうかなっていうふうに改めて考え直して、そういう取材とかじゃなくて、こっちがこう喋りかけても
質問しても答えてくれないから、まあ好きなように喋ってくれという感じで、でも僕は一応カメラ持ってるんであなたのことを撮りますよって常に話してて、でそれでそういうことがあって、ああいうふうに彼が自由に話したりするようになったんじゃないでしょうか。僕がそれをこう制止したりしないと。まあ、ただ一応自分の中では町の演出っていうふうに思ってまして、それはお互いに探り合ってるんですよね常に。そこまでこう仲良くないっていう、中でも同じ空間にいるっていう。彼は僕の名前を撮影中に知りませんでしたし、カメラマンっていうふうに呼ばれてましたけどね。僕もまあおじさんおじさんっていうふうに呼んでて、でカメラ回ってると人はやっぱ意識したりしなかったりするじゃないですか。そういうことでなんかカメラに向かって、もしくは僕に向かって挑発してる部分もあるんですよね。僕もそれを待ってる部分もありましたし、で名前も分からないけど、いてもいいけどいなくてもいいぐらいな、そういう自然な関係っていうか、僕もそれが居心地が良くて、でもそういうところがああいう関係になったんじゃないですかね、私は2001年の11月に東京新宿の花園神社で大虎興業者の見せ物小屋に出会った。見せ物小屋、ね、昔々のその昔から神社仏閣大礼のあるところ、ね、キリンとか変人たちが面白い芸、変わった芸を見せていたところ。その前回の作品で日本の見せ物屋さんっていう、はい、見せ物屋小屋っていうんですかね、はい、をまあ、追ったドキュメンタリーを公開されたと思うんですけど、そちらの作品はそのご自身でナレーションを入れていて、まあ、自身のまあとまあ見せ物屋の物語のような感じで作品が出来上がっていると思うんですけど、今回このそのソレイユの子どもたちはその物語を自ら語るっていうことはしていないじゃないですか。まあ、アプローチは違うんだけど、そのドキュメンタリーを作っていく上でその、まあ、撮っているものとか撮りたかったものっていうのはなんか似ている部分とかはありますか？人に言われたりするのはそのなんかこう消えゆくものを追っかけたいみたいな、いうところは言われたりして、あそうだったんだなっていうふうに思ったりしますけど、まあ見せ物小屋の作品、日本の見せ物屋さんっていうのは撮影時にはそういう気持ちはありましたね。せっかく出会ったんだし、面白いネタだし、いい人たちだし、誰も記録に残してないし、自分が撮って記録に残したいなっていう気持ちがありましたけど、それも撮影期間とかお付き合いの期間がまあ延べ10年ということで、その間僕も大人になってきて、いやもう出会えたからいいでしょっていう、別に僕は人に広める必要もないし、彼らも誰かに伝えてくれとも言ってないですし、そういうふうに気持ちが変わってった部分はありますね。まあ10年ぐらいやって編集して完成したっていうことを考えると、その最後の方ではそういうふうに記録に残さなきゃいけないとか、自分が記録に取るのがなんか正当な行為だとか、そういうことは一切思ってないですね。ただああいう場所に自分がいさせてもらうっていうのが居心地が良かったっていうのがあって、それでまあそういうところは似てるのかもしれませんけどね。じゃあ、おじさんとのその時間も居心地が良かった。あそうですね、はい。ちなみにこのおじさんとのおじさんってあれですけど、撮影期間、まあ、一緒に過ごした時間っていうのはどのぐらいなんですか？アプローチを始めたのは今からじゃないですけど、撮影終了の2年ぐらい前で、で撮影期間は1年ですね。これはすごく個人的な作品というか、見せ物屋さんの時は20代後半ぐらいで仲間もいて、北海道行ったり九州行ったり、みんなで楽しく、しかもお金を貯金してみたいな、機材買ったりとか、そういう時期が終わっちゃったんですよね。みんなそりゃ3時ぐらいになって、もう僕もそうですけど、そのなんか仕事をするとか、バイトするとか、まあいろいろありますよね。生活とか、それで
この先どうするかなって思った時に、まあその仕事をしながら、例えば土日だけ使って1年ぐらいで撮影し終わらせたいなっていうふうに思って、それで2010年の1月から2011年の1月ぐらいまで1年間撮影しました。主に土日というかそのくらいのペースですね。その、まあ、作品を通して伝えたいことっていうのはどんなところですか？難しいですね特に伝えたいことはないですかねただその結構自分自身が出てると思ってますね。その逆に息殺してるってまあ見られるでしょうけど、こいつ本当嫌なやつだなみたいな、普通人が話しかけたら答えるだろうみたいな、そういうところで淡々としてますけど、僕の後ろにいる人は例えば誰なんだろうとか、なんでこいつは喋んないんだとか、もしくはなんか話聞くのが上手な人ねとか、まあ、別に僕が出たいわけじゃないですけど、出まくってるなっていうふうに逆に感じてる部分ありますね。最後の方はもう一つちょっとああいうまあ、僕はお引越しって呼んでるんですけど、と外れたところにエンディングで映るっていうお引越しがあったんで、ちょっとした展開にはなってますけど、タイトルもまあそういうタイトルですけど、ソレイユっていうのがおじさんが飼ってる犬の一人っていうか一匹で、でも別にそこに注目してたわけじゃないんですよね特に。だからそういう意味でもまあああいった状況でもみんな子供が生まれたりとか、また例えば世代とか時代が変わってもああいうふうに野良って言ったら変ですけど、そういうストリートで生きてる人たちとかももちろん生まれてくるわけで、育つわけで、生活するわけで、そういう感じを出したかったってなりますね。これからまあ公開ですごく忙しいと思うんですけど、次回作というか何か今進行中のプロジェクトとかありますか？そうですね、また居心地がいいとこを見つけまして、見せ物屋さん見せ物屋とこの河原に続く、はい、そこにちょっと通い始めてるんですけどね。でもやっぱ撮影したり企画を動かしたりしない限りは自分に対して恥ずかしくて、なかなかこうまだちょっとご説明できないというか、3本は作りたいなって、まずは。そして大人になれない3部作って名付ける見せ物屋さんもそういう20代の頃の記録に、ドキュメンタリーって記録が映画になるっていうところから、記録に残したいとか記録に残さなければならないとか、そういう青臭い仲間がいて一緒にこう走り、北海道から九州まで走っていっちゃうわけなんですけど、それ以の子供たちはそのこいつ一切答えねえなみたいな、じっとしてる、でもなんかこう一応意思というか意図はある、それを意図してるわけじゃないですけど、僕自身が問われるような作品になると思います。お前なんでここにいるんだとか、なんでお前これが撮りたいんだとか、お前にとってこれ何なんだみたいな、でその時の僕の幼い感じが出ちゃうんじゃないですかね、その三部作そうですね、まあ、それ誰も見たくないと思うんですけどまあまあそういう自分のプロセスが出るような対象であるんじゃないかなっていうふうに思ってます。自分と向き合って、被写体と向き合って、自分と向き合って、で作品になるっていう、はい。映画ソレイユの子供たちは7月20日から新宿のケーズシネマで2週間公開されます。はい。その他の関西、はい、あと北海道でもミニシアターで公開が予定されているようですので、ぜひ劇場に足を運びください。今回のゲストは奥谷陽一郎監督でした。どうもありがとうございました。